おはようございます。どうも、メールの方ありがとうございます。確かにね、速価塾の毎日の動画更新通知、令和3年になってましたね。もう令和4年ですからね、頭が1年間、私の方も古くなってるみたいで、はい、ご指摘ありがとうございます。で、昨日のリスクワード3.1ですけども、えー、私がね、あのー、円安にずっと向かっていたところ、最近円高なんですよ。で、これがですね、えっ、ー、と、113円の590。こちらの方まで、 緩やかに進むという話をさせていただいてるんですけども今まさに113円の830あたりまで加工してきましたよねだから加工トレンドに入ってますんでギザギザしながら下に向かうとこですねで早速昨日の黄色いポイント昨日ぐーっと下がってねで髭を出して戻っていったところあのラインも超えましたよね、まあ、ですんでここまでは私がおととい評価した通りになってるのかなと思いますロスカットなどもありましたけども私の場合はね リスクリワードをちゃんと固めてゼロライン設定しましたので損害がないまんま今日はしっかり利益が取れてます、まあ、そういった形の金曜日になってますねえー、引き続きよろしくお願いしますこのままですね今日中に590に行くのは話ができすぎてるなと思いますけどもその可能性がなきにしもあらずですで来週なんですよ肝心なのは来週このまんま売り目線で1週間行く可能性がこれ高くなってきましたんでねうん来週は おそらく、売りの方で取れていって、113円の200とか300辺りまで進んでいくんじゃないかなと思いますね。まあ、今から来週のことを言ってもね、鬼が笑うかもしれませんけども、私の心づもりはそういうふうになってます。あの詳しくは土曜日、日曜日の相場解説。まあ、実際に相場は動いてませんけども、週の明けてからのあ4週目解説になりますかね。ですから、24からの週、1週間を占うときに、これはセルで行けば取れるように、 考えていくような気がしますね。まだ今日の動き見てみないとわかんないですけどね。はい。じゃあ本日は以上です。またありがとうございます。